れは昭和の39年、希望を灯した聖火台、そして昭和の45年、両手を広げた太陽の塔、みんな熱くて不器用だった、昭和の時代を生きました。揺れる心で空を見た、平成元年、これは平成23年、今でも心が痛みます。一本残る松の木が希望の証となりました。みんな怖くて肩寄せ合って、確かな絆を知りました。揺れる心で空を見た、令和の初夏のこと、昭和平成令和へと三つの時代を抱きしめて、心繋いでいきましょう。